はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、ホンダ E を買いました。タケ TV100 の、視線でトヨタのメガウェブに行ってみるという動画でございます。今日は、トヨタのハリアー Z レザーパッケージハイブリッド肉タイプを、見てきましたので、どんな車かなと興味津々でございます。ちなみにね、価格は482万円ですね、税込みで。WLTC モードが 22.3kg/L、ハイブリッドタイプなので 2.5L プラスモーターということで、いや、なかなかね、いい車なんですよね。ホンダ E とね、価格帯がだいたい被ってくるということで、この Z レザーパッケージは結構上位グレードなんですよね。ハリアーの上位グレードが、ほぼ、ホンダ E と同じぐらいの価格帯だということで、いやー、その辺のね、コスパ具合ちょっとね、見てみようと思うんですよね。あ、私ね、車の動画いっぱい出してますので、興味のある方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。いや、でもね、私ホンダ E をね、愛してますので。本当にね、トヨタさんもいい車作るんですが、いや、その辺どうかなという視点で見ていこうと思います。では行ってみよう。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、トヨタのハリアーですね。もうね、皆さん街中で、よく走ってるのを見かけますよね。でもっていうか、これ黒か、黒でちょっとメタリックな感じ。これ肉眼で見るとね、もっと深いです。今これ映像では、結構浅いですけど、いや、なかなかいい色。トヨタってね、いや、本当ね、思ったんですけど、今回すごいね、塗装がいいなという感じがしましたね。あ、すごい、やっぱこれも売れるよ。やっぱこの辺のシルエット、これがね、滑らかですごいシャープなデザインですよね。で、もう皆さんね、結構もうトヨタのチャンネル見てる方はもう知ってると思うんですけど、これほら、今回ね、ここタカのマークみたいなハリアーのマークなくなりましたよね。あれね、中に、扉の中に入っちゃったんですけど、っていうか、かっこええな、ハリアー、これは売れるぜ。値段ね、あ、値段はそこそこするんやな、482万。これはブラック、プレシャスブラックパールっていう色なんですね。ちなみに WLTC モードで 22.3kg/L ね、480万か。横から見たらこんな感じです。かっこええわ。一言で言うとシャープでかっこええわ。これはね、女の子乗せたらウケるんじゃないですか。これはちょっとね、今時のデート車と言ってもいいんじゃないでしょうか。やっぱね、トヨタといえばハイブリッドを乗りたいですよね、皆さんね。ハイブリッド、ハイブリッドですが、ちゃんとマフラーがね、2つ見えてます。見てみましょう。わ、すごい、レザーパッケージ。あ、こんな、肩周りもなんかデザインされてるよな、ステッチが。これは売れるわ。480万か。あ、でもホンダEと変わるんだ、値段が。やばい。はい、お邪魔しますと。いやー、綺麗ね。大きい、乗った瞬間ね、いや、ヤリスクロスにさっき乗ってきたんですけど、それに比べるとね、やっぱ車幅が大きいなと思いました。はい、こんな感じですね、今乗ってる感じ。ちょっとメガネ曇っちゃってますけど、どうですか、広く。あ、これ天井すごい。天井がね、これバッとね、曇るんですよね。あ、これもあれかな、自動なんかな。わあ、高級車、こりゃ売れるな、こりゃ売れるな。っていうか480万妥当な金額です、妥当な金額です。 EV さえ選ばなければいいなあ、これは売れるなあ。ちょっともう一回運転席。そうそう、いちいちね、質感がいいんですよ、こういうとこね。なんかふかふかしてんの、これ鳥のマーク。お、ふかふか、ふかふかしてんの、あれ、ふかふか。ちょっとね、これライトつかないのが、ちょっと残念なんですけど。
いや、ゆとりの広さだわ。あ、なんかいろ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 、あ、なんか蓋みたいな、細やかな。あ、これね、ベンチ、これ涼しくなるんよ。こっち暖かくなる、こっち涼しくなる。シートからふわっとね、風が出てきて、いや、これ汗ばむ方にすごいおすすめですね。これいいな、これハリア。これ、ホンダいい。これ同じ値段ぐらい。うっそ、マジやばい。いや、質感高えわ。もう一回遠目からご覧ください。やっぱね、テスラとか、これ上が開いてるんですけど、この閉じられないのでめっちゃ暑かったんですよ、テスラ。でもね、このハリアはパナノーマルーフが白くなったり、確かこれ上閉じれるはずですけどね。なので暑さ対策も完璧、はい。ハリアよく見るとここ樹脂でつるんとしてるんですけど、その中にラインがね、あのライオンのヒレみたいなのが一応デザインが継承されてますね。やっぱね、わりかし若い人たちがよく見てます、このハリア。なんか憧れるんですかね。今やっぱ SUV ですよね、みんな。うわー、いいね。パノラマツアーにようこそ。タケ TV のパノラマツアーにようこそ。わー、すごいですね。やっぱね、さすがトヨタだなと思いました。このカーはちょっとヤリスクロスと全然違うレベルの革を使ってましたね。肌触りが全然違います。なんかこの辺はすごいしっとりしてて、ここはちょっと固めなんですよね。いろいろ革の素材を貼り分けてるという感じですね。で、やっぱこのベンチキュレーションっていうの、このシートが涼しくなるっていうのが最高ですよね。あー、すごいすごい。これステッチ、あ、やっぱいいな、こういう細かいところ。仕上がりがトヨタさんいいね。やっぱこれがトヨタ好きな人分かります。やっぱね、外車もいいけど、やっぱ国産で乗るんだったらトヨタだなという方が多いと思いますよ。ちなみにこちら480万なんですが、キントなら、月々6万1000円で乗ります。はい、というわけで、私ね、今日、ミカウェブに来て、トヨタの車いろいろ上げてますので、気になった方はチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、トヨタハリアでした。じゃあね、バーイ。